こんにちは、ノアです。本日はですね、じゃじゃんバンバン、じゃじゃんバンバン、まさかの2回、はい、言ってみました。はい、あの、Bサイドレベルにまた行ってきました。で、11月はフィットネスということで、イベント盛りだくさんです。盛りだくさんって言っても、フィットネスというイベントなんですが、その前にフライヤーをご紹介したいと思います。まずこれ店舗案内、フライヤーというのは店舗案内のことですね。これほら、これ前もお見せしましたが、店舗案内にそれぞれあのインフォメーションとかこういうの書いてあるので、もしよく読みたい方はちょっと写りがいいようにこうやってやっとくので、もしよかったらちゃんと読んでみてください。こうやって書いてあるので、あのストップかけてね、見てみてください。で、これフライヤーです。で、これでもすでに可愛いんですが、実はですね、今11月の3日から2月の28日までの水曜日、水戸のこのこういうフライヤーなんですけど、水戸の駅の、私水戸行ったことないんですけど、水戸のこういうとこ、あのこう駅のとこで、このポップアップ店舗、あの直営店規模のポップアップショップが臨時で出てるんですよ。で、しかも期間が長くて、11月の3日から2月28日まで、来年だよ、来年の2月28日まで、長い。で、10時半から20時まで。しかも、あの普通の B サイドよりも、オープンが早い。いいね。というわけで、でもスタンプカードのスタンプはつきませんよ、と。まあ、スタンプカードとかあるんだけどね。まあ、そういうのは、まあ、おいおい説明していきますけども。水戸にこういう店舗ができました。なので、水戸に近い方、茨城とかね、そういうところに、お住まいの方、B サイトに行きたいって、行けないって言ってた方、朗報ですね、これは。はい、ぜひ行ってみてください。ここ限定のステッカーとかもあるので、そういうの見るのもきっと楽しいと思います。はい、次。今回は、今月はですね、フィットネス的な感じのなんですね、ステッカーが。なのでですね、ちょっと太った子が、ね、こういうね、ペンギンさんとかが結構な太り加減なんですよ。で、そのうちの一人の子が、まあ、この子ですよね。体重計乗って痩せるギーってやってます。あのね、あんまりにもね、太ってる子がね、なんか、ね、某マツコさんみたいになってると、このペンギンさんもものすごい太っちゃってるわけ。だからね、自分、そう言われてんのかって思って、ちょっとね、被害妄想で、買えなかったね。でも、この子は、ちょっとまあ、許せるかなと思って、許せるっていうか、まあ、可愛い、お餅みたいで、ぷっくりしてて可愛いかなと思って、お迎えしてきました、この子は。これ、ミキさんが描いてる猫ちゃんですね。痩せるって、可愛いでしょ。はい。で、次、ちょっと光が反射してごめんなさい。次はですね、フィットネスということなので、いつもは買わない、これちょっと出しますね。アリス。シックさんのアリスちゃんです。これちょっと怖い印象があって、いつもナタとか持ってたりするんですけど、あと、狼の首を切ったりね、とかしてるようなのなんですけど、ボクササイズかな?ボクシングかな?みたいのをやって、アリスちゃんが、まあ、アリスちゃんじゃない、赤ずきんちゃんですね。赤ずきんちゃんなんですけど、赤ずきちゃんが多分ボクササイズかなんかをやったんでしょうね。狼さん相手に。で、狼さん、青タンできてるんですよ、ここに。かわいそうに。で、これいつも手が伸びないんですけど、こういうのを見てると、きっと、赤ずきんちゃんが、ねえねえ、ちょっとさ、ボクササイズやりたいから、ちょっと、スパーリングの相手してくんないみたいなこと言ったとします。そうしたら、狼さんが、はぁ、いいっすよ、みたいなこと言って、やったら、フルボッコにされて、勝ち、みたいな、イエーイ、みたいな感じで言ってる。しかも、さすが赤ずきんちゃん、体に汗はかいてても、額に汗、一切かいてないんですよ。さすが女優、ふぅ。しかも、狼さんよく見て、泣いてるようにも見えないよね。だからね、これ可愛いと思ってお迎えしてきました。ただ、枚数的にね、1枚だけお迎えしてきました。
それで、まあ、フィットネスっていうので、まあ、大きくなったり、ちっちゃくなったりっていう子がいるんですが、これです。いつもの瓶詰めアリスちゃんが、瓶の中で大きくなっちゃった。ね、どうやって出るんだ？もう一回ちっちゃくならなきゃいけないね。大変だね。っていうことで、これも可愛いなと思って、この子は、1枚、2枚、3枚を迎えしてきました。大人ってね、こういうバカなことすんだよ。1枚ありゃ足りるだろうと。足りないんだな、これが。だから今回はね、3枚、はい、お迎えしてきました。お迎えに行ってきました。ね、3人いるとね、きっとね、何かしらできるだろう。何かしらってなんだよって。はい、次はですね、ヘルツ。ヘルツが今皆さんどうなってるかご存知ですか？なんと、じゃじゃん。脱いじゃった。いや、もう恥ずかしい。なんでこういう不女子向けのを作るってどういうことね？ちょっと。ちょっと上野さん、ちょっと、こんなん出されたらちょっと照れるって感じ？何言ってんの私。で、イヤホンしてるんですよね。だからまあヘルツなんで、きっとなんかフィットネスかなんかやってきて、ジョギングかなんかしてきたのかな？でもこの格好でジョギングするか？こんな半透明な、なんか、なんていうの、嵐の最初の、ライブの衣装みたいな感じ。嵐の一番最初のライブの衣装って、こうだったよね、確か。なので、そういう感じになっちゃったね。うん。どうしてもね、かっこよくてね、この子が。なので、彼はですね、ちょっと引かないでね。まあ、1枚でしょ？ 2 枚。3枚。4枚。5枚いるんだな。5枚もあってどうすんだと。いや、違うんですよ、違うんですよ。貼りたいなって思ってるところがあって、うん。だからね、いっぱいいればさ、安心じゃん？ほら、ね、今回のイベントでしか、この子いないし。うん。きっとそうだよ。うん。だから、はい。でね、これね、ここまでたくさん買ったことなかったので、5枚だよ、5枚。5枚だよ。で、これ並べるでしょ？こうやって並べるでしょ？こうやって並べるでしょ？ちょっと気持ち悪いの。好きな人の、好きなクリエイターさんの好きな絵を見て気持ち悪いって言うなって話だよね。なので、まあ、5人お迎えしてきたんですが、5人お迎えするんだったら他の子にもすればよかったかなってちょっと思っているところですね。ここまで並んでると。でもいつの間にかなくなっていくんですよね。やっぱ貼ると。だからまあ5人ぐらいいるのがいいのかなと思って5人お迎えしてきました。偉くなったもんですよ。はい。そしてですね、フィットネスはもうこれで私は打ち止めです。っていうのはもうちょっとあまりにも太ってる子がいると自分のことを責められてるみたいですごい嫌で、もうやめてくださいになっちゃうから、フィットネスの中でももうちょっとぽっちゃりした子を買ってきたのはこの子だけ。そしてあとは、頑張ろうね、みたいな感じの子が、多いです、傾向には。そして、2017年、新作も手を出してきました。同じような子がいます。じゃーん。これも、上野さんが書いてる。でも、ヘルツじゃないんですよ。ヘルツどこにも書いてない。で、マグニチュードでもないんですよ。でも、なんかね、角生えてんですよね。で、お花を食してるんですよ。ちょっと不思議な感じじゃないですか？ヘルツでもマグニチュードでもない。え？これは何なんだろう？でも、絶対書いてるの、この人ですよね。同じですよね。なので、どうした上野さんって感じ。でも上野さんからの情報が全然なくて、わからないんですよね。はい。で、この子の色違いがいます。こうやって。目がちょっとグリーンがかった黄色で、角が黒ですね。その違いくらいしかわかんない。まあ、この子たちは、こうして。でね、
本当はこれ新作だから小さい子いないんですけど、作った人がいらっしゃったみたいで、その余りがファイルの中に入ってたので、あ、ラッキー、小さくしてもらう必要ない、今買っていけるふうと思って小さい子もお迎えしてきました。こっちの子ですね、この小さい子をお迎えしてきました。はい、こういう感じです、新作。そしてもう2枚、あ、まあもう1枚この子がいるんですけど、こういう感じですね。でもう一つ、これは佐々木さんのです、フラミンゴちゃん、あのお迎えしてきました。目についた瞬間もパッて手に取ってましたね。かわいいでしょ。いや、いいね。うん、これすごく可愛くて気に入ったのでフラミンゴちゃん買ってきました。でもだからといってフラミンゴがことのほか好きというわけではないんですが、うん、可愛いこの子は。はい、次、これは新作たちです。まあ新作ついでに、今の私の撮ってるものはカメラなんですが、これは携帯ね。はい、今携帯こうなってます。はい、これはですね、ちょっと明かしますと、2枚入れてるんですよ。まずこの子を入れてます。こっちの子、あの角が黒い方の子ね。で、そこにこの魔法陣みたいなステッカー入れてます。これも新作です。ね？よく見ると、クソワロ単語って書いてあるんですよ。これは、これ書いた人なんですって。ミキさんって言うんですが、これ書いた人なんですって。こんなこと考えるって。しかもね、よく見ると魔法陣というよりも、クソワロ単語でしょ？あの、ワロ単語わらわらって書いてあるし、で、わら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 って書いてあるんですよ。で、しかも、ここに書いてあるのが、B サイドレーベルと読めなくもない。で、W、わら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 って書いてあるんですよ。これ、すごくない？魔法陣だ、かっこいいと思って手に取ったら、クソワロターとか、そっちの方に行ってるって知らなくて、びっくりして、嘘って思いました。これは貴重ですよ、皆さん。今の情報は。なので、あの、新作、店頭で。11月の新作です。で、それを、こうやって、魔法陣を、後ろの方に入れて、いい感じのところで合わせてから、ラー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 、こうやって入れると、はい、出来上がり。これはハロウィンの時にホワイトハロウィンで作ったやつです。雰囲気合ってるでしょ？これはいいなと思いました。うん。私的にはあり、オッケー。はい、自己満です。で、他に、お迎えしてきた子、小さくした子がいます。まず、先月の新作の子が、この子。小さくしてもらいました。その方がね、貼りやすかったりするんですよね。なので、お迎えしてきました。で、藤の花のアリスの小さい子。小さいから見えにくくてごめんね。ちっちゃいのにはこういうのに入ってます。で、私の、2番目の彼氏。緑彼氏。ベロがね、ちょっとね、難がある。どうやって物を食べるんだろうっていう、彼氏をちっちゃくしてもらいました。で、これはもうベタ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 貼ろうと思います。そして、なんでか手が伸びちゃったんだね、これね。ええ加減にせえ。このイエティとカッパの漫才。これ見た瞬間笑っちゃって、これご当地なので、多分大阪だと思うんですけど、大阪って書いてないな、でも。あ、大阪って書いてある。これ大阪ですね。ええ加減にせえ。うん。好き。こういうの好き。はい。なので、お迎えしてきちゃいました。これが、一応、通常ステッカーですね。あと、この、彼。大きくしちゃった。大きくするとね、超照れるし、張って外歩けない。マジで。不女子感満載で。ちょっと恥ずかしいなって思う。うん。だから、ノートの内側に貼りたいね。でもね、うん、照れる。でね、もう一枚あるの、これ実は。
部屋の中に飾ってる。不女子じゃん。やばい。ノアさん、不女子施設、不女。はい。こんな感じです。で、今回購入してきたものっていうか、お迎えしてきた子たちは、これで全部です。その前に、10ポイントで作った子たちが、子がいるんですね。その子たちを、とてつもなく増やしてきました。量産してきました。一番大きいのからお見せします。はい、これです。いつもお疲れ様です。息抜き。これ大きい子なんですけど、ミキさんが、ちょうどさっきの、この子ですね。この子の通常バージョンを色変えしてもらって、ここ。柱の色を変えてもらって、文字を変えてもらいました。ただそれだけです。で、いつもお疲れ様ですっていうのに、黒い枠をつけてもらって、白で文字を変えてもらいました。で、猫の色は特に変えてません。例えば配達屋さんとかね、来た時とかに、こうやって例えば、見えるところにペタって貼っておくと、いつもお疲れ様です。息抜きしてくださいみたいな感じで貼ってあると、ちょっと癒して差し上げられるのかなって思って、増やしてきました。大きくしてもらいました。で、お世話になっている方にちょっとお配りしようと思ったので、ノーマルを4枚、息抜きってで、これはもう渡す方は決まってるので、ちょっと今度お会いした時に渡そうかなと思ってらっしゃる方がいます。ね、やっぱり私もう本当に人に迷惑ばっかかけてるので、で、小さいのは、5枚、量産してきました。なので、だいぶ増えた。ちっちゃいけど、オリジナルがいるとやっぱりね、違います。で、例えばトレードで、こっちの何々をあげますので、こっちの何々差し上げますみたいなのがあったりとかした時のお礼として、一つポンって、入れて差し上げると、とても喜ばれますね、これは。っていうのは私の勝手な、押し付けなんですが、いつもお疲れ様です。頑張っている方へ、っていうので、お作りしました、今回は。はい。というわけで、長くなりましたがね、私のスマホケースをちょっと置いときましょう。こういう使い方もあるよと。中に入れるだけで、あと組み合わせるっていうのもね、発想のうちの一つなので、こういう風にスマホケースを楽しんでもいいと思います。はい、ちょっと長くなりましたが、今回の、ね、私が不女子だということがバレたところで、皆さんも B サイドレベル、11月のイベント、楽しんでみてください。それじゃ、ご視聴ありがとうございました。じゃ、またねー。このチャンネル、ノアステーションでは、レジンで何作ろう、レジンなどはあるものの、どうしたらいいかわからない、そんな方々のヒントやアイデアといった、笑顔の種を作るお手伝いができたらいいなと思います。まだまだいっぱい動画を上げていきますので、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。